名古屋港線は、名古屋駅南の山王新郷場から名古屋港へ至る JR 貨物所有の貨物専用線でした。というのは、令和6年4月に廃止されたためです。JR 貨物の路線でしたが、JR 東海の管内でしたので、JR 東海のキア95系が減速を行いました。ここでは、そのキア95系の減速をご覧ください。東海道貨物線の一部となっていましたが、実際には中央線の名古屋、金山間にある山王新郷場から分岐していました。名古屋駅から山王新郷場を経て、八幡新郷場からさらに南の部分まで、このように新幹線と並走していました。新幹線とは分かれて、まっすぐ南を目指します。途中には国道1号線や、このように東海通りと交差します。さらに南を目指します。ここは完成しなかった南方貨物線と交差する予定の場所でした。現在のシートレインランドの近くに名古屋港駅がありました。というより、名古屋港駅の一部がシートレインランドになっています。後で紹介する八幡新郷場とこの名古屋港駅の間はタブレット閉塞になっています。タブレットを渡した後、折り返し出発信号機のところまで入れ替えを行います。早送りでお見せします。折り返し、名古屋港駅から名古屋駅を目指します。名古屋港駅の付近は最近再開発が進んでおり、撮影しやすくなりました。シートレインランドの観覧車をバックに走り抜けます。蜘蛛の巣に引っかかったようにも見えますね。新幹線との合流地点付近に戻ってきました。ちょっと時間がかかるので中抜きをしています。八幡新郷場に来ました。先ほど申した通り、ここではタブレット交換が行われます。ということで、その交換風景をご覧いただきましょう。なお、特別な許可をいただいて撮影しています。八幡新郷場は、新幹線のまさに真横にあります。当然ながら新幹線より先に八幡新郷場があるわけですが、なんともミスマッチな感じです。はっきり映っていませんが、運転士から地上の係員にタブレットが手渡されました。定刻になったら、山王新郷場を経由して名古屋駅に向かいます。
山王信号場に来ました。ここから再度中央線に合流します。いかがでしたでしょうか。もう見ることができない名古屋港線の見測をタブレット交換を含めてお送りしました。それでは。